です。今日は、11月18日、今6時ですね。昨日のお昼から再入院して、昨日は骨髄検査をしまして、はい、悪い学級ってあるんですけど、これが悪い細胞で、まあ 0.5% あったんですけど、はい、顕微鏡じゃほとんど分かんない感じで、はい、これを、明日から抗がん剤打つんですけど、抗がん剤でこの 0.5% をゼロに、もう全くなくしていこうっていうのが、今回から第2クールからやっていく、地固め療法っていうやつらしいんです。はい、でこれをあと、第4クールまでやって完全に出てこなくなったら完治っていうことになるらしいんですけど、まあね、これがやっててもまた悪い細胞がどんどん出てきちゃったりすると、また長引いちゃうっていうことになるらしいんですよね。はい、まあ、今日はここにまた首に、管通して、で明日から、はい、抗がん剤を打つようになると思います。辛いかもしれないけど頑張ります。以上です。こんにちは、11月18日今、15時くらいです。さっきここの首のやつ管を通しました。はい、結構痛かったです。明日からこれにつないで抗がん剤治療始まります。またきついかもしれませんが頑張ります。